しゃべくりマツシロ始まるよ。こんばんは。こんばんは。11月12日午後4時になりました。第420回のおしゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけども、結構寒いと思ったらちょっと暖かったですね。豊坂の山奥でもね、寒くなかったですね。今日の夕刊持ってきたんですけれどもね、今慌てても見たんですけどもないですね。でこのね、社会面を見ましたらね、宇宙飛行士のゆいさん出てらっしゃいますね。で後でねお話申し上げますけども、なんと小関さんがね去年ゆいさんにインタビューしたということでね、あとね、この夕刊をね小関さんに見てもらいたいと思うんですけども、はい。今日はね夕刊の、あ、そうだそうだ、やっぱりね御嶽海、今日はね勝ちましたよ。良かったです ね昨日は負けてね、今日勝ってですね一勝一敗ということで良かったですね。大関取りに向けて33勝ですから ね頑張って、長野の星ですからね。そうですね、頑張っていただきたいですね。よろしくお願いしたいと思います、はい、ということでね、もうお話いただいたっちゃ、いただいちゃったんですけれども、今日のゲストなんですけれども、はい、篠の有線放送の、放送主任でいらっしゃいます小関マスコさんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。松代テレビをご覧の皆さん、こんばんは。今日はよろしくお願いいたします。そしてパーソナリティの宮坂さん、ご無沙汰しておりました。今日はよろしくお願いいたします。昨日お借りするつもりで今日は伺いました。優しいこと聞いてくださいね。あまり困らせないでください。ちょっと待って、はい、今日はね、はい、私がパーソナリティ、あなたはね、はい、ゲストなのもカミカミですよ。もう緊張してますよね。よく分かっててくださいね、はい、あなたはゲスト。私今日ゲストで、そうなんですよ、お招きいただいて本当に恐縮でございます。務まりますでしょうか。いや務まるなんて、もう私をいじめないでくださいね。頑張ります。本当にね、どうぞよろしくお願いいたします。小関さんいつもねインタビューされててね、はい、私なんかこうど素人がインタビューしてね、お上手ですよ、喋ってんだとね思われるかも知れませんけれども、頑張ってやります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。緊張してますよ、私は。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。その言い方がね、あなたは、ね、パーソナリティですね。私はパーソナリティ、あなたゲストですからね。頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、上田はね、このぐらいにしておきましてですね、小関さん、その表彰されたそうじゃないですか。おめでとうございます。本当におこがましくて穴が入ったら入りたい、そんな状況なんですけれども、実は先ほどね写真を用意していただいたんですが、はい、長野県の有線放送で作ります、はい、長野県有線放送番組コンクールというのがございまして、はい、の番組のコンクールでこの度最優秀賞を頂戴することができました。これもねやっぱり一緒に働いている仲間たち、うん、それから放送企画委員という地域の情報を寄せてくださる皆様、何よりも番組に出演をしていた、いただいた滝沢明さん、うん、この方の尺八の音色が素晴らしくて、はい、頂戴できた賞だと本当に皆様に感謝しています。あ、そうですか、はい、最優秀賞と優秀賞と2ついただいたそうじゃないですか、はい、そうなんです。実は番組コンクール10分間の企画番組という部と、はい、5分間のお知らせ番組という2つの番組、うん、篠の有線放送から出品しまして、はい、企画番組ではその滝沢明さんの尺八の音色に思いを込めてというタイトルの番組を出品しました。でお知らせ番組ではパルセイロ農園 JA グリーン長野が今年2年目の取り組みなんですが、パルセイロと連携して行っているパルセイロ農園の話、それから篠の井の特徴でありますリンゴの専門農協共和園協創立70周年のお話、こういうものを織り交ぜたお知らせ番組で優秀賞を頂戴できたと、本当に感謝しています。しかしおこがましくて穴があったら入りたい、そんな今気持ちでおります。
素晴らしいお話ですね。喋り方もやはりアナウンサーさんもう本当にね、私たち勉強させていただいて、まあ、あの今のね、あの勉強させていただいて、私たちも勉強したあの話し方もね、習いたいと思います。とんでもございません。とんでもございません。ということで、私は篠ノ井の有線放送なんですが、うん、松代にも有線放送がありますのでね、松代有線もまた、ね、はいはい、皆さんにぜひ聞いていただけたらなと思います。ですね、篠ノ井の有線の小関さんがこう出演されて、はい、ちょっとね、違和感があるかと思うんですけども、はい、小関さんはね、なんとあの松代の東城にお住まいなんですね。そうなんです、宮坂さんのご近所さんなんです、はい、お世話になっております。小関さん、有線放送ではどんなお仕事されてるんですか？はい、私はアナウンス、放送の方の係をしておりまして、有線放送というのは放送の部門と、それから通話ですね、電話の部門、この2つの部門があります。で、私がやっているのは放送の番組作り、それからアナウンス、それから地域のいろいろな行事のMC のお仕事などもさせていただいていて、とても楽しくね、毎日お仕事をさせていただいています。それで今のね、お話あったんですけども、小関さんはそのいろいろな方ですね、いろいろな方とか、それからいろいろな組織の方とかで、いろいろインタビューされていらっしゃる、でパーソナリティをお務めなんですけども、はい、今日はゲストで、ね、今日はゲストでおいでいただいたんですけども、どうですか、いつもパーソナリティされてて、はい、ゲストの立場でどんなお気持ちですか？いや、私今日呼んでいただいて本当に反省しました、はい、反省です。私こうマイクロフォンを向けるときに、相手の方がこんなに緊張されているんだっていうことをね、今日初めて、とても緊張しております。でもね、イケメンのパーソナリティの宮坂さんの胸を今日はお借りするつもりで、優しい質問をぜひお願いします。パーソナリティの方って、その言葉も上手なんで、話し方も上手だけども、中身的にも上手ですね。何をおっしゃる、中身的にねどういうことでしょうか。素晴らしい。どういうこと、いいですか、大丈夫ですか。お世辞、ああそう、うっかり飲みにしてしまいましたけれど、お世辞だったんですね。誰なんだこんな素晴らしい、よく言われるんじゃないですか、小関さん、ほらインタビューにいらっしゃるじゃないですか、はい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 、有線お聞きの方がね、うん、小関さんの素晴らしいお声、素晴らしい、こんな方にお会いしたらどう、もう素晴らしいだろうなと思ってインタビューに行かれたら、あ、やっぱり声も素晴らしいし、お顔も素晴らしいっていうふうに言われるんでしょ。言われたことないですね残念ながらなかったです。宮坂さん、今日私手土産持ってこなかったけど、いいですか、そんなに持ち上げても大丈夫、後でいいんですか、ということです。分かりました。冗談ですからね、そんなね、はい、本当に小関さんお綺麗でね。何をおっしゃるんですか、お恥ずかしいです、それこそ。で、そのお綺麗なお方なんだけれども、はい、失敗談とかアナウンサーさんされてて、失敗談とかいろいろあるそうじゃないですか。失敗だらけですね。すいません、失敗だらけのアナウンス。ちょっと笑わせてくださいよどんな笑っていただけるような失敗談があるかわからないんですが、私入社をした頃ね、生放送を初めてやった時に、はい、島崎藤村先生、作家のお名前を間違えまして、はいはい、島崎藤村さんと大変な名字が2つあるよね。そうで、自分ではね、やっぱり気がつかないんですね、うん、後でリスナーの方からお電話をいただいて、生放送で失敗してしまいました。失敗はね、いっぱいあるんですよ、ね、読み方違ったりね、もう島崎藤村さんって誰、っていうことになってしまう、ね、大変なことになりました。いっぱいありますよ、ちょっとね、これで放送ではね、うん、できないような内容の失敗でいっぱいあるんですよ ね、 ありますね。ちょっと皆様にはちょっとお伝えできないような内容を、よくね言われるのはね、その間違えたの言っちゃいけないんですけどもね、生体肝移植なんてあるじゃないですかね、あれを間違えて言ったりね、よく言われるですよね、はい、そう、どういう言い間違いをするんですかね、生体肝移植、ちょっとね、字が前と後ろが違うんですよ、生肝体とかって移植、なんか何そんな間違いでね、こう笑われるんですけどね、失礼いたしました、くだらねえネタで申し訳ありません。でいろいろなんか、はい、ほらこんなお綺麗な方が失敗したのをちょっとお聞きしてみたいんですけども、たくさんありました。あとは取材現場を間違えてしまう、こ
これはもう取り返しがつかないですね。発掘の現場に取材に行ったんですが、全く違う SBC 通りに行くはずが切り肌まで行ってしまった、うん、なるほど。それでどうしたですか。慌ててあの担当の方に、うんうん、必ずあの担当者の方の連絡先を筆記しとくようにしていますもんですから、はい、慌てて電話をいたしまして、今私は違う場所にいますと、これからあと30分ほどで向かいます、しばらく待っていただけますでしょうかというようなね、その作ろうのもお上手なんですね。もう本当にそういうことで仕事をさせていただいて、ご迷惑を皆さんにおかけしている次第です。小関さんから電話来たら、ああ間違えたんだなと思えばいいんですね。そう思っていただかないように頑張りたいと思います。わかりました、はい、それで、はい、そのそういうね、お美しい方のその失敗談とかいろいろあるそうなんですけども、ポリシーもいろいろあるんですか。ポリシーという大それたようなものはないんですが、うん、やはりあの放送を伝え手として聞いている方にこう分かりやすく伝えること、間違いを伝えないこと、皆さんがすぐ行動を起こしやすくなるようなコメントを送ること、こんなことをね大事にしています。ポリシーというような大それたものではないんですが、はい、そうですか。宮坂さんはいかがですか。ないですよ、私はポリシーないよ。ないですよ。皆さんよろしいですか。あなた今日ね、あのゲストです。私パーソナリティですから、私に質問しないでください、ね、先輩にぜひお聞きしてみたいなと思ったんですけど、私はないです、ポリシーはね。そうですか。ポリという家畜ポリぐらいしかないですね、はい。そんな変なこと言わせないでください。はい、ということで、おやじギャグだったんですね、はいはい、それであとその他の、まあ各地域にね有線放送は あると思うんですけども、そうですね、他の地域と違って篠の有線放送さんが、うん、素晴らしい、そのこんな素晴らしい事業をしてるっていうのはなんかあるんですか。そうですね、松代有線、江北有線、若穂有線、篠の有線、千曲市にもたくさんの有線放送施設があるんですが、うん、それぞれの有線で特徴的な活動をしています、うん、で今日私じゃあ篠の井ということで篠の井の有線のお話をさせていただきますと、うん、年に1回やはり放送のお仕事をしている職場ですので、うん、朗読会というのを開いています。いろいろな作家の皆さんの本を朗読をして皆さんに聞いていただくと、音声で、楽しんでいただく朗読会開催しています。それから民話散歩というのを開いていましてね、はい、ご当地松代にもたくさん遊びに来させていただきましたけれど、いろいろな、ね、民話が伝わっていますので、大宝寺さんの同感数のお話なんかも、はい、青木先生、青木貞元先生にお世話になっております。なるほどね、私中学の恩師なんですよ。そうでしたか。素晴らしい素敵なね、国語の素晴らしい先生でね、今でも本当にお元気で、まだ案内もされてるんでしょ先生。そうなんです、先生が地域を案内してくださって、民話の舞台の地を実際に歩いて、その舞台の地で民話を聞いてみようという、これリスナーの方から大好評で、いつも満員です。そうですね、はい、まあすいません、この小関さんねプロでいらっしゃるんだけど、私はもう素人で時間がなくなってしまって申し訳ないんですけども、そうでしたか。あ、もうこういうお時間、ね、あと1分。それではね、はい、最後にですね、ちょっと小関さんなんか DVD をお作りになったそうなんですけども、なんか番組まとまったんでしょうか、よろしいですか。すいません、ちょっとそれを、はい、では、はい、聞きして、それ、はい、マイクをいいですか。はい、篠の井の民話と伝承。42人供養塔。作柳沢益子、絵渡辺由里子。その昔、天保7年8月のことだった。近い日ですか。毎日雨が降り続いていた。
上石川の聖川沿いには信田から上石川に至る渓谷を流れる聖川から水を引いて数軒の水車小屋が作られていた。その日も松代藩の委託を受けて米俵がたくさん運び込まれていた。ありがとうございます。素晴らしい。これで10分ぐらいの民話なんですか。そうなんです。あの篠ノ井の民話と伝承というのがね、はい、あのあこれもそうですね、はい、住民自治協議会の方から拡大したのですね。あのご当地松代にもたくさんの民話がありますが、お隣の篠ノ井にもあの民話ございますので、よろしかったら皆さんお手に取ってご覧いただけたらなと思います。これはあの市販されてるんですか。はい、有線放送さんで。これは、はい、そうです。あのこちらに有線放送の方に自治協議会の方と、あ、はい、住民自治協議会さんね、はい、わかりました。小塚さん、もうね時間もだいぶ過ぎてしまってんですが、ですね、一言だけ何か地域の皆さんにお話ありますか。はい、立てといてください。はい、ね、何かありますか。やはりこれからも、はい、あの地域の皆さんの絆作りのお手伝いができたらなと考えています。ありがとうございます。はい、はい、こちらの方を見ていただいて、はい、小塚さん、今日は、ね、お忙しいところ本当にありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいですよ、はい、私ね、もうすごく緊張しまくり、うん、だね。そう、負けそうだね。負けそうじゃん、負けて、あの当たり前ですよ、さ、こちら本物の、あのアナウンサーさんで、パーソナリティさんなんだもん、うん、私たちはね、うん、本当に、ど素人だからね、どうついてるんだね、どれ見ます、どうです、はい、はい、どうしようって言った、うん、まあ、まあ、それはそれでいいとしてね、はい、はい、はい、ね、ご案内いたしますね。はい、はい、ね、今週ですね、16、17、18と、はい、第41回全国松並み、ね、長野松代善光寺大会っていうのね、うん、松代を中心に、まあ、善光寺さんの方もやりますけれども、こういったものの、ね、催しを行います。まあ、全国からね、皆さんおいでいただいて勉強会をするという形ですね。まあ、文庫会開いたり、はい、講演会開いたりという形ですね。これも やるっていう形でありますので、まあ、ロイヤルホテル並びに、サンホール松代ですね、あとはね、いろんなあの各分科会のところでね、散りばめてやってますんでね、はい、ご参加いただければなというふうに思います。ぜひね、はい、いただきたいと思います。当日17日土曜日ですけどね、はい、松代でね、松代駅センター伝承館で、はい、松代ニコニコ食堂ってね、はい、いつもの毎年やって、毎月やってるんですけどね、私もね、うん、この間お伺いしましたね、はい、はい、そういう形で、11時から14時までね、はい、子供さん100円、はい、大人が300円という形でですね、松代駅センターでやりますんでね、ぜひまたおいでいただきたいなというふうに思います。はい、はい、はい、それでは来週の予定を。来週ですね、またまた宮坂さんですね。あ、私また来週の話ですか。何でしょう。未来図書館、うん、はい、見てください。はい、言いましたね。ですね、清野の子供プラザのね、うん、はい、施設長さん、はい、水畑さんにおいでいただきまして、はい、その子供プラザのね、うん、活動などもお話しいただきたい。はい、あ、そうですか、はい、わ、はい、かりました。今年何歳ぐらいかね。あ、どう、60から70歳ぐらいかな。そうかね、いや、幅ありすぎるね。知らないんだもん。いやだ、ね、そこでね、聞かないでください。そう、わ、はい、うん、かりました、ね、今ね、と思ったもんね。そう、ドキッとさせる。ドキッとしませんよ。いいね、ドキッと、はい、やっぱりそういうのは、うん、あらかじめね、言っといてくれなきゃ、こういう聞くよって、ね、うん、まあ、ドキッとして、わかんねえ、はい、いいね、そういうこともね、はい、はい、あります、はい、じゃあ来週は宮坂さん、はい、はい、ということで、それでは来週のしゃべくり松代、どうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。しゃべくり松代、また見てね。